みんながいてくれてるおかげ。なんか下なんかちょっと下なった今。どうも皆さんおはようございます。黒目泥工房の白い引き出しとアンプと米玉と青いムーブです。コボラジは黒目泥工房が毎週月曜日にお届けしているラジオです。メインパーソナリティは白い引き出しです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろですよろです。はい、ということで、うん、おそらく先週に、はい、MBTI のコボラジが出ているのかなと思います、うん、はい、おそらく、はい、もしね、あの選手じゃなかった時のために概要欄にあのMBTI の一個前のやつ貼っとくんでそこから確認してください。あ、お願いします、はい、お願いします、はい、で前回は、はい、あの黒緑工房4人で MBTI、うんうん、なんか誰々はこうだよみたいな話をしようかって言ったんやけど、うんうん、なんと4人の中2人、私と米玉、お米が全く同じタイプで、うんはい、うん、それが ENFP って言われてるタイプやったから、まあその時のことについてわーっと話してるのがあって、はい、で今回はまたね、私とお米以外の MBTI、まあ、メンバーの MBTI を、うん、まあ、取り上げて、はい、なんか喋ろうかっていう回になるんですが、まあ、前回の続きやな、言うたら。そうね。うん、うん。うん。まあ、まだ MBTI、まあ、公開っていうか、触れてないメンバーが葵と音符、この二人がいるので、はい、まあ、今回もまた葵先生に、はい、ちょっと進行をお任せして、話していきたいと思います。はい。お願いします、先生。お願いいたします。はい、でもし MBTI って何ぞやって方がいたら、それもその1個前の MBTI で軽く説明してるので、うん、そちらで聞いてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ葵にマイクを渡します。どうぞ。はい、いただきました。マイクです。マイクじゃない、マイクじゃない、マイクさん、マイク、あ、葵です。すみません、葵です。今日はなんとですよ。おはいはい、まあさっきもね、白出しが言ってくれたんやけど、葵と音符がまだ触れてないぞと、うん、じゃあどっちから行くんかなって話なんですけど、はい、僕たち一緒でした。仲良し。なあ、4人いてさ2タイプしかない。なんですごいよなこれ。嬉しい人いる、すごいね。うん、でね、この葵ムーブと音符は同じ MBTI でしたよっていうことなんやけど、うんうんうん、はいはい、この2人の MBTI はですね、はい、INTP と呼ばれるものです。ほうほう、はい、INTP、 まあ、アルファベットだらけですね。なるほど、はい、でこれ、論理学者型って呼ばれる、わあ、そのまんまやん、もうまんまやなタイプなんやけど、これもね、前回と同じように、まあ、基本的な性格とか、うん、あと得意なこと、うん、苦手なこととかをちょっと話していこうかなと思います。あ、うん、楽しみます、はい、じゃあまずね、基本性格から、うん、これまあ3つちょっと挙げるんですけど、はいはいはい、まず1つ目、一言で言うと理論か分析か、考えることにおいては16タイプ、はい、まあ、16種類いるんですけど、16タイプ中最強です。最強のやつ、考えること、はい、すげえやろ、思考にね集中をすると、うん、あの人間の生活も忘れるレベルで、おあら、自分の頭の中でぐるぐる思考を回すことにもうドハマりするっていうのがまずありますと、うん、はい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 、これまあまあ俺の話をするとまさにそうですって感じなんやけど、音符どう、はい、俺もあの忘れます、ご飯を忘れます。ああそうなんよね、すごいよな、そう、これマジでわかる、人間の生活忘れるんよね、すごいよ、そうそう、パッて時計見てちょっとささって作業してパッて見たらあの5時間ぐらい経ってるっていう、うん、やば、すごいなそれ、なんかのめり込むとね、ご飯とか睡眠とか、うん、トイレとかね、うんうん、そう、もうなんかずっと我慢したままいたなみたいな、そう、人間の、それこそ人間の生活を忘れてます、うん、今目の前にあることに思考を巡らせてっていうのが楽しくてじゃないと、うんうん、ね、聞いてる人もさ、分かるって人いるんやろうな、これいるやろうな、同じ人やったら一緒かもね、わ、すご、はい、すごいな、っていうのがまあ1つ目で、はいはいはい、2つ目、一般常識よりも
我流とか独自理論っていうのを重視してて納得が必要なタイプです。どういうことかっていうと、うん、まあ、古くからこういうやり方やってるんでっていうのに習ってやるとかはうんうん、もうこれ常識やからっていうのは納得できない場合があると従わない、うん、はいはいはい、はい、笑った、はい、あ、いいお返事が気分になります。いいお返事やな。はい、で、まあ、我流とか独自理論とかって言ったんやけど、自分の中で正解とか、うん、その情報がね、うんうん、これまで培ったものとかがあって、うんうん、自分のポリシーに反することとかも、だから自分が理解できへんことは納得できんと、はい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 、飲み込めないみたいな、うん、よく噛んでからじゃないと飲み込めへんタイプ、うん、なるほどな、なんよね、うんうんうん、俺もこれマジで当てはまってるなって俺自身は思うんやけど、うん、うんうんうん、何事に対してもなるほどねっていうのはいる、それがないと先に進めないタイプです僕は。音符はどうですか？俺はそうですね、多分その、まあ、例えば疑問が残ったままやと、うんうん、はいはいはい、そのまま進めるんやけど結局それに引っ張られて、うんうん、そのやらなあかんことが進まなくなるんで、はいはいはい、気が散るよね、ずっとそれにね、なんで結局なんでっていうね、そのやっぱ葵と一緒でなるほどねってならへんと、うん、やっぱ無理やね、うんうんうん、腑に落ちるっていうのが大事よな。あ、そう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 、僕たちはね、うん、っていうのがまあ2つ目の性格ですと、はい、はいはいはい、で3つ目、これは考え方の仕組みなんやけど、うん、想像力とか可能性をブワッと膨らませた後、じっくりと一人で考えを組み立てていくっていうやり方をします。でこの想像力ブワッと膨らませたっていうのは実は前回言った ENFP の白出しと米玉の得意としてたこと、うん、アイデアをブワッと出してっていう話をしたんやけどね、うんうん、前回、うんうんうん、これと同じ実は、すごいね、これはやるのよ俺も音符も、だから4人ともやる、うんうんうん、やけどそれをその後じっくりと自分で正解を作っていくみたいなのをやるのが僕たち葵と音符ですね。No. はいはい、納得ですよ、うん、なるほどね、もうまさにそうって感じです。音符も当てはまってるかこれ。まあそうやね、多分そうやとは思います、はい、ただ僕はあんま一人で考えていくと、うん、だんだん暗くなっていくので、ネガティブな方にね。そうそうそう、背負いすぎじゃない、確かに。前からグループでやってるんですよね。多分一人やとその沼にはまっちゃう可能性があるので、まあ、気をつけていきたいと思ってる最近。最近ね。最近ね。はいはいはい、まあ、確かに深い思考っていうのはね、なかなかこう抜け出しにくいものがありますから、そうです。人の助けがいるっていうのもあるかもね。で、この INTP を表すキーワードとしては、うん、まあ、理論派、哲学、分析、で自己流、自由。って感じです。あくまでルールにのっとるのはさっき言ったけど、ルールにのっとってたら OK とも思ってないから、あくまで自己流で自由、うん、やけど頭使うタイプっていう。下につくと大変やと思うよ。大変やな。そうなんですよ、これね、上司がいると大変なことになるよね実は。確かにな。そうなんや、いい上司やったらいいんやで、いい上司やったらいいんやけど、頭ごなしにとか言われたことやってろとか、うん、まあ結構苦手やったりするんでね、うんうんうん、でここもね、まあ、ちょっとキャラクターをちょっと出してイメージをもうちょっと具体的にしてもらおうかなと。お、楽しい。まあ、前回白出しと米玉はルフィとナルトやったと。あ、主人公、ザ主人公、主人公っぽいよね。だってばよ、ピースピース、で魔王とか、うん、で同じ、例えばルフィワンピースでいくと、はいはい、INTP はニコロビン、あ、ルビンちゃん、ぽいぽい学者ね、うん、で、ま、ナルトで行くと、うん、シカマルとか、あー、はいはいはい、はい、あー、シカマル、え、影操る、そう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 、こうやんな、頭脳派のね、うん、頭いい、あ、かっこいいよな、シカマル、かっこいいな、大人っぽいもんな、絵描いたことある、絵描いたファンアート描いてるやん、うん、まあ、頭がいいっていうか頭の回転が早いっていうのがあって、うんうん、これね、この後得意なことを話すんですけど、うん、得意なことナンバーワン、頭の回転の速さ、まあ、これまさにって感じないけど、
まあ、そのシカマルとかね、うんうん、ロビンとかって、まあ、頭いいやん、バカじゃないというか、うん、そうね、うん、頭の回転の速さもそうやし、あとね、うん、思考が止まってるっていうことが基本的にない、はいはい、宇宙猫がないんや。あ、そうそうそう、起きてから寝るまで基本的にずっといろんなアイデアとか疑問とかがひっきりなしに動いてて、うん、で頭の中で一人討論みたいな、一人議論みたいな、うん、とかもする。でこれ君ですよ君でもあり僕でもあるんですけど、なるほど。そう、これ俺みんなそうやと思ってて、この説明見た時とか、思考がストップって何、寝てんのと思ってたんやけど、どうやら違うタイプやと、こうあーぼーっとしてたな今みたいな時間を過ごす人もいるらしくて、もう考えられへんから、いるかな、思考が止まってないんやなって実感したんやけど、うんうん、音符もそうじゃない、見てる限りす、そうはな、俺もなんかここはなろう、根付いてるというか癖みたいなとこあるから分からへんのよね、うん、そうなんかなって、うん、ベーシックがそうやからさ、ま、そうそうじゃないがあんまイメージできへんよな、分からへんないっす、うんうんうん、分からないっす、分からない今の止まってたんじゃない、止まってたかった、思考ストップやったよ今、回りすぎて少量ついて、ニコロビン言う、分かんないっす分からないっす大丈夫かな、まあまあまあ、でもね、頭はちゃんと回ってると、普段ね働いてない時がないって感じです、うん、回転しすぎやな多分な、頭が多分、うん、もしかしたらね、口が追いついてんかもしれない、うん、でまあ得意なこと1個目がまずそれやないけど、2つ目、うんは矛盾とか欠点みたいなのを見つけて解決していくっていうのが得意です、うん、ほう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 、で性格的に細かいところにこだわったりとか、ちょっと完璧主義的なところを持ってたりするんやけど、うんはいうんまあ、それもあって、あのほころびとかね、そういうのに気づくことができますと、ほうなんかね、そういうのに目がいくの、なんかこれちょっと足りてないんじゃないとか、そのままいったらここ危なくないみたい な, なんか足りてない部分みたいなとか、矛盾してるなっていう部分とかにすぐ目が行きがちです。でしかも解決するって言ったんやけど、自分の中でその作り上げた理論とかさ、自分の中に正解があるってさっき言ったんやけどとか、情報収集とかっていう能力も長けてるから、いろいろ組み合わせて難しい問題を分析して解決するっていうところまでが全部得意。ああ、まんま多いやん。できてしまうやな。でもまんま多いやな。見つけて、しかも周りが気づいてないってことも分かってるし、うん、これは俺がやった方が良さそうやなっていうのでやっちゃったりとかして、うん、いい形になったなっていうところまで持っていくっていうタイプですね。まんまやん。まんまやな。仕事できるタイプやな、これ多分な。ほんまやん。うん。なるほどね。まあでもこれの要素を持ってるのが俺と音符なわけなんやけど、うんうんうん、確かに前回あの白だしと米玉は、うん、あの細かいことは気にせずとりあえず進めようとか、うんうんうん、あの細かい調整は他の人によろしくみたいな話をしたんやけど、うんうん、それを担当するのは俺と音符が多いなっていうのはなんとなくね、黒ミドロの中では役割分担できてるんじゃないかなと思ってます。確かにね、成り立ってるな、しっかりできてんな、うんうんうん、かなと思いますね、うんうんうん、で今得意なことを言ったんですけど、はい、はい、苦手なこといきましょうか。あ、気になる、はい、まあ、今ね頭いいよとかなんかいろいろ自分で言ってたんやけどそう、そう捉われても仕方ない、捉えられても仕方がないんやけど、苦手なことしっかりあります。まず一つ目、人間関係とか周りへの影響を深く考えることがどうしてもおろそかになりがちです、うん、はいはい、他のことが大変で周りっていうのがちょっと苦手で、うんうんうん、なんか不謹慎なジョークとか塩対応とかをポロッとやっちゃうはいはいはい、なんか声がどうぞ大きくなってる人がいるけど相づちでかい人いるな、ほんでなんでニヤニヤしてるなんでニコニコしてるんや今ので、うん、
強いな。まあでもその感情表現が少ないっていうところも持ち合わせてて、でかつ自分の頭の中をぐるぐるするのに精一杯やから、他人に対してこう気遣いのある言葉とか対応を優しくするとかっていうのがついおろそかになってしまうことがあって、まあ不愛想な印象を持たれたりとか、まあ、なんか攻撃的な口調やなって思われちゃったりとかする場合がありますと、うん、そうですね、なるほどね、そうですね、なんか深くうなずいてる人いるな。そうですよ、そうです、そうでしたか。そうです、そうかそうか、うん、気をつけた方がいいよ、まあ、そうね、これちょっと気をつけていかなあかんかもしれないね、うん、まあ、ついついね、あの目の前のことをやりがちっていうところがありますというのが1個目、うん、で2つ目まだあります、うんうんうん、自分が信じてることとか自分の能力っていうのが認められないっていうのが嫌で、うん、はいはい、もしそうなってしまうと我の強さが前に出てくるっていうのを思ってます、まあ、例えばあの反対意見持ってる人、うんうんうん、いやー葵くん音符くんそれそうじゃないと思うよっていう何か自分以外の自分とは違う意見を持ってる人のことを批判的に見てしまったりとか、うん、あいつ間違ってるみたいに思っちゃいがちなのよ、うん、まさになんじゃない、うん、これ思い当たるな、うん、音符は私と同じ仕事場でのあの方ではないかって思う、はい、あ、まあまあすや、まあ、だからね批判したりとか出そうよね今にも、うん、言っちゃいそう、そう言っちゃいそう、ただこれあの不満が爆発するとあのもう何にでも突っかかるような人に豹変する可能性もある、あ危ない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 、あの適度にねストレス発散というか、うん、はい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 、まあ、そういう人がそもそも苦手で、はいはい、自分勝手な人とか人の意見聞かない人とかこっちをこう否定して、うんうんうん、否定してくる人とかはそもそもまあ得意ではないんやけど、逆にこう頭のいい話ができる人とか、うんうんうん、あのこうどんどんモチベ上がるようなことをしてくれる人と関わるのは結構好き、うん、なんよね、はい、だからあの頭の中でぐるぐる考え事をするって言ったんやけど、うん、あの人付き合いができへんとかでは全くなくて、うん、ある程度こういろんな人と関われるんやけど、うん、つい自分が認められへんとかって感じると認めてくれよっていう我の強さが出たりするっていうね、なるほどね、ところがあるんで、うん、まあまあちょっと気をつけましょうみたいなところですよね。そうですね、うんうんうん、まあこんな苦手なこともあってなんですけど、はい、うんうん、ここで、まあ、前回もお話ししましたグループの中で、うんうん、この INTP がどうすれば活躍するのかとか、まあ、どういう動きをすればいいのっていう話をちょっと最後にねするんですけど、うん、ありました、うんうん、気になる、はい、INTP がグループの中で活躍するってなったらもう担当するのは頭脳担当です、うん、もうここっきゃない、そうやな、考えること担当ね、はいはい、えっへんしてんな、そうえっへんとか久しぶり心配だ、えっへんやわ大丈夫かな、えっへんって言う人いるんやほんで、INTP のモチベーションなんやけど、うん、自分の思うやり方で、我流ね。自分の思うやり方で、複雑な問題を解決するっていうことに向き合いたいと。それに向き合ってる時のモチベエグいよっていう、性格なので。確かにそうかもな。確かにな。そうそう。だから自己流でやってみたけど、うまくいってるぞっていう。はいはいはい、言うなればさっき自分の能力認められないってなったら嫌って言ってたんやけど、自分が自分の能力を認めてあげれる状況になるみたいなね、はいはい、今俺は俺の思うやり方でこんな複雑で難しい問題をバシバシ解決して綺麗に整理していってるぞっていうところがマジでモチベ上がるみたいなのを持ってる。だから逆に言うと伝統的な組織とか上下関係厳しい環境とかにあの興味を持つことっていうのは基本的にほとんどない、興味ないですね、全然興味ない、うん、で、グループの中でいくと、まあ、同僚とか、うん、あの対等な関係の賢い人とか、まあ、有能な人とか言ったら話が分かってくれる人で論理的な会話ができる人と小さなチームを組むことでチームワークを抜群に発揮することができるタイプです、
おお、黒みどろ工房なんじゃないですか。まさにじゃないこれ。私ですね。あ、え、変がいっぱい出てきてるって。え、変。あ、いいですね。まあ、え、変大事だからね。そう、うん。大人数になりすぎると大変で、あの、自分で考える時間がどうしても必要やから、一人の時間くださいもある。そういうことね。うん。なんならそれがないと無理。やけど。うん、まあ、さっきね、うんうんうん、音符も言ってたんやけど、一人ずっと一人やとどんどんこうループから抜け出せなくなってしまうから、適度に人とこう意見交換とか、うんうんうん、なんかブレインストーミングみたいな、はい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 、っていうなんかこうラフな会話みたいなのを間々に挟んでいくと、すごいこう、うん、頭の回転、その動かし方が、あの、めちゃめちゃスムーズになる。おう、整理されて、そうそうそう、なるほどね、非常にいい環境っていうやつになるんやけど、うんうんうん、ただ考えることが好きやから、そもそもね、うんうんうん、実行することにおいて退屈やなと思う部分は他の誰かに任せたいなっていう気持ちを持っていますと。マジそう、うんうん、マジでそうやねんな、やってくれって感じそうよな、そう、お願いしますっていう、わかる、なんかいろいろ考えて、うん、ああなったらおもろいなとか、なんかこの今難しい問題こうやったら解決できるやんみたいなのってめっちゃ楽しいんやけど、うん、いざ解決します、手を動かしますってなったら誰かやってくれへんからっていう、なるほどな、そうそう、あくまで、ほんまに頭脳なんや、そうそう、あくまで考えてこれでいけるっていうところまでが好きやから、うん、じゃあやりましょうかってなったら腰が重いみたいな、うん、ところがあると。これね、あの、前回の、うん、ENFP 白だしと米玉の時にも言ったんやけど、うん、あの、最初好奇心があるからわーっとやるんやけど、後のなんか細かいこととか、うん、継続的にずっとルーティンでやっていくとかは他の人にパスさせてが白だしと米玉なんよ、うん、で、俺、青いムーブと音符はいろいろ考えてこれやってなった後、実行するってなったら誰かやってなのよ、うん、はいはいはい、4人とも誰かやってタイプです。あ、悪くない。あれあれあれイエイ、あれピース。ただ、まあ、ここ、ENFP と INTP の、ま、相性のいいところなんかなって思ってるんやけど、うん、言うたら、とっかかりは白だし米玉がやってくれて、うん、軌道に乗せるぞみたいな、わーってやるところまではやってくれるから、じゃあそれが明確に見えてるゴールまで、綺麗に持っていきましょうは、うん、俺と音符がやれるっていうので、多分今うまくいってんのかなっていう、はい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 、勝手にそう思ってます、はいはいはい、うん、そっか、全員やってほしいタイプなんやな。そう、まあ、面倒なこととかはね、なんか、はいはい、わかったわかった、はい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 、この4人が誰かやってっていうタイプやけど、うん、まあ、最初やんのは私たちとか、うん、その後やんのは青い音符とかやけど、うんうんうん、私たちが3年も続けられてんのはみんながいてくれてるおかげ。なんか下なんか下なった今、まあ、下なったんかちょっとウィンクしてた。あ、あ、ウィンク、ウィンクが言おうとしてるな、うん、下もなってたしウィンクもしてた。あ、そっか、はいはいはい、うん、あ、ありがとう、ありがとう。あれ、メンバーに。リスナーさんに向けてやってるんやけど。ああ、そうか。うん、前にグッとこんどいてもらっていいですか。ああ、ガが強くなってるな。え、でも結構ガチじゃない、うんうんうん、そうね。いや、それはそう。だってこれで ね、みんな見てくれてなかったら、なんか、退屈とかさ、うん、面白くないってなったら続かへんタイプが4人揃ってるってことは、そうね、楽しく過ごしてるってことよね。そういうことですね。こぼらずだって一回終わりかけたんやね。そうやな。だけどみんながコメントしてくれてたりとか、うん、楽しみって言ってくれてる声が届いたから、うんうんうん、いや、やっぱ続けようってなったから、これは結構本当にガチ。これはほんまにあった話やからな。ほんまにあった話やな、うんうん、ほんまにあった話。そう、本当にみんないつもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、ということで INTP でした、はい、そのままやったと思う、いい、ね、私は、うん、な、思った思った、なんかもう、いろいろ INTP の像で出てくるのが2人って感じだった。もう、まあ、頭いいからな、イメージ像、うん、うん、え、さっきどんな髪型してたかもう一回ここで流してもらう。わからないっすわからないっすわからないっす、わからないっす、忘れてたのもう全然頭良くないから。
まあっていう感じでしたよ。2-2に分かれてるっていうちょっと変わったグループですね、はい、すごいよね。うん、でもなんか集まるべくして集まったんかなって気もする。そうやな、ほんと。なんかあとね、これ持論があるんやけど、持論、俺ら長くいすぎて性格似ていった説を唱えてるやん、うん、なるほどね、うん、否定できひんかもしれへん、否定できへんなと思って、うん、こういうこともあるかもしれませんね。まさにそうですね。はいはい、いいやん、素敵なことやん。めっちゃ大昔に実は私たち MBTI4 人ともやってて、うんうんうん、その時はちょっとずつ違ったよな。違った違ったね。お米が多分一番変わったんじゃん。俺が変わったな、ここ半年で。ガラッと、うん、そうね、別人のようになってしまった。で、音符は俺っぽくなってるし、タイプでいくとね、うん、俺によったし、うん、俺もちょっと変わってるのよ。唯一白出しだけがもうずっと ENFP です。あ、なるほどね。はい、どうも ENFP です。すごい。まあ、ルフィ、ナルト、白い引き出しっていう感じやな、 ENFP は。やった、覚えといてもらおう。並べるんやそこ、うん、大体そこ悟空がいるけどな。まあ確かに、ね、その並びやったら大体悟空がいたりするけど、イガチやな、うんうん。いや、面白いですね。ありがとうございました、青井先生。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よき授業でした。マイクをいただけますね。はい、返しますね。ガシ。いや、取ってへん。マイク。取ってる人やな。取った人いるよな。うん、そう、この前の私たちの ENFP の回も、今回の回も、うん、アニメのキャラクターを例えて出してるんやけど、うんうんうん、結構いろんな人が、この子は、なんとかかんとかで、とかって言って、なんか、うんうんうん、サイトを作ってる人がいたりとか、そう、それからね、みんなぜひアニメとか漫画の推しが MBTI 何なのかって調べてみてください。結構面白いかもしれん、うん、おもろいような、あの人がみたいなあったりするような、うん、ね、うんうん、し、わかるみたいなのもある、うん、あ、そうやな、うん、からもしかしたら自分の MBTI と推しの MBTI が一緒かもしれへんし、うわー、いいですね。そうで、この前の時も言ってるんやけど、 MBTI っていうのは相性っていうのもあるから、うんうん、自分の MBTI と推しの MBTI の相性はどうなのかとかも調べれると思います、うんうんうん、はい、奥深い世界です、ね、はい、しかも相性もね、普通に人間としての相性とか、仕事仲間やったらとか、うん、恋愛するならとかっていろんなパターンの相性があるんでね、ちょっとぜひ調べてみてください。はい、ぜひお願いします。はい、お願いします、はい。で、まあ、みんなびっくりすると思うんやけど、実はこれ MBTI のめちゃめちゃ表面の部分を話してて、めっちゃライトにしました、そう、葵の知識はもっと深いです。確かにな。マジで最近ずっとこれしかしてない、うん、な。でね、私と葵は一緒に住んでるから、うんうん、その話をしてもらったりとか、うんうん、そうね、なんか私のここがこうやからこういう時にこうするんやでみたいな話を聞いて、そうなんや、面白いみたいな話をしてるんやけど、うん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 、なんかもうちょっとこれを私は深く掘りたいなって勝手に思ってて、ほうほうほう、はい、いつかMBTI 配信とかをね、おお、できたらなって思ってるので、ぜひ楽しみにしててください。それまでにリスナーさんのみんなも、うんうんうん、概要欄にサイト貼っとくから、うんうん、うんうん、自分の MBTI を把握しておいてもらうと楽しいかもしれん、うんうん、楽しいと思う、うん、なんでぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、そろそろおつみどろのお時間となりました。で、今回なんと MBTI4 人いるから4本取れるんちゃうか言うてやってみた結果、うん、うんうん、2-2で一緒やったから日本に、ね、なってそうね、ま、そうなっちゃって、まあ、これでクロミドロ工房の MBTI をコブラジで話すっていうのは終わっちゃうんやけど、はい、お便りめちゃめちゃ募集してます。はい、MBTI のことに関してでもいいし、あと全然 MBTI 関係なく、うんうん、何、久しぶりにお寿司派ですか焼肉派ですかとかっていうね、そういうのも全然 OK です。はいはいはい、なので概要欄のマシュマロからお気軽に送ってきてください。よろしくお願いします。お願いします、お願いします、待ってます。では来週の月曜日にお会いしましょう。本日のお相手は白い引き出しと音符と米玉と青いムーブでした。せーの、
厚みだろー。